終戦から今日に至るまで私たちの暮らしも様変わりする中、未だ大きな課題として残っているのが米軍基地問題です。今日はその現状と今後の取り組みについて一緒にお勉強しよう。沖縄県には31の米軍専用施設があり、その規模は人口の9割以上が暮らす沖縄本島のおよそ 15% の面積を占めています。全国の米軍専用施設の実に 70.3% が沖縄県に集中しているんです。そのため航空機関連の事故は本土復帰の昭和47年から令和元年末までの間に811件、また軍人・軍属などによる刑法犯罪は6029件も発生し、そのうち殺人・強盗・強姦などの凶悪犯罪が580件に上ります。騒音や環境についての問題もあるよね。そして日本とアメリカの間には、日本における米軍基地の使用の在り方や米軍の地位について定めた日米地位協定があります。その運用の多くがアメリカ側に裁量を委ねる形となっていて、刑事裁判権、米軍の基地管理の在り方、環境汚染など多くの問題点が指摘されています。このため沖縄県は日米地位協定の抜本的な見直しを国に求めていますが、これまで一度も改定されていません。そこで県では日米地位協定の問題点を明確化するため、他国の地位協定や米軍基地の運用状況を調査しています。平成29年度と30年度に調査を行ったこちらのヨーロッパ4カ国と比較すると、日本では原則として日本の法律が適用されませんが、調査対象の4カ国ではいずれも原則としてその国の法律を米軍にも適用させています。また米軍基地への立ち入りについても、日米地位協定では日本側の立ち入り権が明記されていませんが、ヨーロッパ4カ国では立ち入り権が確保されています。このように日本と違い、ヨーロッパ4カ国では受け入れ国側が何らかの形で米軍の活動をコントロールしていることが分かりました。県はこれらの調査結果を全国知事会に報告し、働きかけを行った結果、平成30年7月と令和2年11月には全国知事会において米軍基地負担に関する提言が全都道府県による全会一致で決議され、日米地位協定の抜本的な見直しを政府に求めました。玉城知事によると、県では今後も全国的な団体と連携しながら、あらゆる機会を通じて日米両政府に対して地位協定の見直しを粘り強く求めていくそうです。今日ご紹介した日米地位協定についての詳しい内容は、県の地位協定ポータルサイトで紹介されています。皆さんもぜひご覧くださいね。続いて県からのお知らせです。県では協力要請をした全機関、時短営業に応じていただいた事業者を対象に協力金を支給します。県ホームページや申請受付要項をご確認の上、適正な申請をお願いします。沖縄県国際交流人材育成財団では、令和3年度在沖縄米軍施設区域内大学就学者を募集します。詳しくはご覧のところまで。税務署から確定申告のお知らせです。会場の混雑緩和を図るため、入場には時間枠が指定された入場整理券が必要になります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせだよ。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントします。みんな応募してね。この番組はインターネットでもご覧いただけます。みんなもぜひチェックしてね。それでは次回もランチ広場で会いましょう。またねー。